な。どっかからごちそうでも歩いてこないかな。くんくん、くんくん、なんだかいい匂いがするぞ。今とってもお腹が空いてるので、お前の天丼食わせろ。やー、食べなさんす。まじまじ、この穴を同じくしろ。花くんなんす、誰か助けてなんす。いただきます。やめるんだバイキンマン。デカなお邪魔虫、パンパンパン、カレーパンパン。バイキンマン、悪いことはこの俺が許さないぜ。うるさいうるさい、俺様の邪魔すんな。パンキック。パンパンパイバイキン。二人ともありがとうざんす。無事でよかったね、天丼マン。これでバイキンマンのやつもしばらくおとなしくしてるだろ。急ごうぜ、アンパンマン。うん。何を急いでるざんすか。今からジャムおじさんのお手伝いをしに行くんだ。今日はバタコさんとチーズはカバオくんたちとピクニックに行ってるから、ジャムおじさん一人で大変なんだ。それは忙しそうざんすね。私もお手伝いに行くざんすよ。ありがとう、ケンドンマン。なになに、今日はみんなでジャムおじさんのお手伝いか。お手伝いするふりをしてパンをつまみ食いしちゃうの。なんかもうびっくりさせないでよ。なんだじゃないわよ。気持ちよくお昼寝してたのにうるさくて起きちゃったじゃないの。ねえねえねえ、ドキンちゃん。何よ。ジャムおじさんの作ったパン食べたくない。そりゃ食べたいけど。それじゃあ今からパン工場にお手伝いに行くのだ。やだ、お手伝いなんかめんどくさい。大丈夫大丈夫、お手伝いするふりをしてパンを全部いただいちゃおうっていう作戦なの。うまくいくの。もうバッチリよ。いつも悪いことばっかりしてるバイキンマンをお手伝いに使ってくれるとは思えないのよね。それはこれからは良い子になってみんなのために頑張りますとか言えばいいのよ。へえ、バイキンマン、良い子になんかなれるの。なれるなれる。なんだったら試してみる。うん。それでは問題です。朝の挨拶は何でしょう。いただきます。あら、おい、豚のドキンちゃん、このおバカ。いただきますはご飯を食べる前でしょ。え、あ、違った。違うに決まってるじゃない。なんだったらみんなに聞いてみる。みんなはわかるわよね。朝の挨拶がいただきますだと思う人、はーい。あら。じゃあ朝の挨拶はおはようだと思う人、はーい。なるほど、朝の挨拶はおはようか。ねえねえドキンちゃん、みんなにもっと問題出してよ。いいわよ。お外で遊んで帰ってきた時はどうすればいいでしょう。そのままおやつを食べちゃう、それともきちんと手を洗う。そのまま食べた人、はーい。
荷物が重くて困ってる人がいたらどうする？知らんぷりしちゃう？それとも手伝ってあげる？手伝ってあげるよってお友達。はーい、うんうん、困った人のお手伝いね。ご飯を食べた後はきちんと歯を磨くよってお友達。はーい、うんうんうん、なるほどなるほど。どうしたのバイキンマン？ドキンちゃん、もう一度俺様に問題出してみて。うん、朝の挨拶は？おはよう。お家に帰ったら？手を洗う。困った人がいたら？お手伝い。ご飯を食べた後は？歯を磨きます。あら、完璧。みんなが答えてるの覚えちゃったもんね。なこれならジャムおじさんもお手伝いさせてくれるでしょう。うん、絶対大丈夫。よし、早速パン工場に行くのだ。おバタコさんとチーズの代わりにモリモリ働くざんすよね、カレーパンマン。もちろん。二人ともありがとう。それじゃあ始めましょうか。ジャムおじさん。ん？あれは。バイキンマン。何しに来たんだ？バイキンマン。ジャムおじさんのお手伝いに来ました。え？今なんて？私たちジャムおじさんのお手伝いに来たの。ジャムおじさん、騙されちゃダメなんす。どうせ悪いこと考えてるに違いないぜ。そんなことない、そんなことない。私たち良い子になってみんなのために働こうって決めたのね。ね。誰かのために一生懸命頑張るのはとってもいいことだね。それじゃあお願いしましょうか。何言ってるなんすか。絶対にダメだ。ねえねえ、ドキンちゃん、ちょっとあれやって。あれ、オッケー。おっほん、今から良い子になった証拠を見せます。朝の挨拶は？おはようございます。お外から帰ってきたら？手を洗う。困った人がいたら？お手伝い。ご飯の後は？歯磨き、ゴシゴシ。そんな、あのバイキンマンが良い子になってるさ。ジャムおじさん。ん？バイキンマン、ドキンちゃん。はい。お手伝いよろしく頼むよ。頑張ります。しょうがないさね。で、俺様たちは何をやればいいのだ？バイキンマンとドキンちゃんにはパンを運ぶお手伝いをしてもらおうかな。うん、そんなの簡単簡単。ジャムおじさんの焼いたパンを運んできてカゴの中に入れるな。はーん。パンが焼けたよ。うわぁ、おいしそう。では、いただきます。こらー、うわぁ、だバイキンマンが食べちゃダメだよ。そうなんすよ、パンはカゴに入れるざんす。すいません。二人ともよく聞いて。ジャムおじさんの焼いたパンをこのカゴに入れて森のみんなのところに運んでほしいんだ。オッケーオッケー、任せといて。な、何見てんの？誰も見てないところでまたつまみ食いする気だろ。そんなことしないわよ。ほんとざんすか。怪しいな。ねえ、会場のお友達にもお手伝いしてもらおうよ。もしバイキンマンがパンをつまみ食いしそうになったら大きな声で教えてくれ。
パンマンはパンを焼くのを手伝っておくれ。はい、俺とバイキンマンはパンを運ぶんだ。行こうぜ。オッケー。そんなに見なくたって平気よ。つまみ食いなんかしないもん。ちょっと天丼マン手伝って。あら、天丼マン呼んでるわよ。なんざんしょ。おっと、ドキンちゃん。なによ。つまみ食いはダメざんすよ。わかってるわよ。みんな、ドキンちゃんがつまみ食いをしたら大きな声で教えるざんす。Yeah!
だな。ああ、どうしたの。もしかしたらエンドンマンつまみ食いするじゃない。そんなことないよ。だったらさ、アンパンマンが確かめてきて。早く早く。うわあ、ちょっとバイキンマン、いつになったら食べられるのよ。もうここじゃみんなが騒ぐから向こうに持っていくのだ。そうね、じゃあね、バイバイ。バイバイキン。おーい、テンドンマン。おかしいな、またいないぞ。お、あれ？空っぽだ。おかしいざんすね。お水足りてたざんすよ。あ、いた！カレーパンマン。天丼マン、俺の運んできたパン、どこやったんだよ。はあ？私は知らないざんす。まさか、天丼マンがつまみ食いしたんじゃないよな。何言ってるざんす。そういうカレーパンマンこそつまみ食いしたんじゃないざんすか。へへ、何を。二人とも、どうしたの。アンパンマン聞いてくれよ。カレーパンマンがパンをつまみ食いしたぞ。食べたのは天丼マンだろ。違うざんす。やるか。あ、ちょっとちょっと。ああ、二人ともやめなさい。カレーパンマン、天丼マン、一体どうしたんだい。カレーパンマンがつまみ食いしたぞ。俺じゃないって言ってんだろ。さっきからこの調子なんです。会場のみんなに聞いてみようよ。みんな、パンをつまみ食いしたのは誰かを聞くから、僕たちに教えてね。それじゃあ、カレーパンマンがパンを食べたところを見た人は手を挙げて。それじゃあ、パンを食べたのは天丼マンだよっていう人は手を挙げて。どっちも少ないみたいだけど。誰か他の人なのかね。みんなは知らないか。
こそごめんな。もうばいきんまんのおバカおバカ、もっともっとおいしいパンいっぱい食べたかったのに。ドキンちゃん、そんなにパンが食べたかったらいくらでも食べていいんだよ。ただしお手伝いをしてからね。ドキンちゃん、お手伝いした後に食べるパンはすっごく美味しいんだね。そうなの？もちろんざんすね、ジャムおじさん。ああそうだよ。ちょっとバイキンマン、ジャムおじさんのお手伝いするわよ。俺様も当たり前じゃない。今度はつまみ食いするなよ。はい、おしません。